ねえねえ、二人とも、メルベイユの近くにある面白そうな場所、教えてくれない？面白そうな場所？一体何しに行くつもりですか？旅だよ、旅。私の趣味はいろんな場所を旅することだからね。旅か。だったらうってつけの場所がいくつか。ほほほ、なるほど。私の好奇心が炊き立てられる。今すぐ出かけたいな。ふずふず。でも依頼があるから我慢我慢。フィリスさんって本当に旅が好きなんですね。もちろん、広いお外を旅するのが昔からの夢だったからね。私の故郷って結構特殊みたいで、2人の年くらいまで一回もお外に出たことなかったの。え？一回も？うん。それでずっとお外に憧れてたんだけど、街の外に出てみたら想像してたよりずっとすごくて、お空は広いし風は気持ちいい、草の匂いは落ち着くし地面はどこまでも続いてる。そんなお外にすっかり魅了されて今じゃすっかり旅が大好きになっちゃった。そうだったんだ。ねえビリスさん、旅の話もっと聞かせてもらえませんか？そうだね、私たち旅ってしたことなくて、昔から行きたいねって話はしてたんですけどそういうことなら任せてよ、いくらでもお話ししちゃうから。何から話そうかなお外の世界にはね、極上の美人さん見っけ。おーい。え、私？そうそう、君すっごい綺麗だね。長い髪がキラキラ輝いて、まるで天の川みたいだ。まあ、でもごめんなさい、私もう心に決めた人がいるの。なんだって？これも運命のいたずらか。俺たちがもう少し早く巡り合っていれば。ちなみに心に決めた人ってどんなやつなんだ？よければ聞かせてもらってもいいかな？ええ、妹よ。は？妹？ええ、これ以上なく可愛い私の妹。抱きしめると柔らかくてとってもいい匂いがするの。無邪気で天真爛漫なところがすごく愛おしいんだけど、最近は大人になろうと背伸びしてるみたいでね。そこがまたたまらないっていうか、囲碁欲をかきたてられるっていうか、とにかくキュートなの。ああ、話してたら今すぐ会いたくなってきちゃった。フィリスちゃん、フィリスちゃん。ああ、やっとわかった。あれが噂に聞くフィリス嬢の姉ちゃんか。あの勢い、まさに姉妹って感じだな。あの姉にして、あの妹ありか。おかしいな、スーちゃんが二人に見える。
けど調合に使うから食べちゃダメ。私にだってできるもん。私が守る。
したほうがな。リリー、重くないか？荷物持ってやってもいいぜ。マティアスだったら女の子にすぐそんなこと。